韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機ですが、当然気になるのは機密情報でしょう。なんと、アメリカ兵が24時間張り付いて監視している状況なんだとか。同盟国なのに、信用していないんでしょうか？もう一つ言いますと、韓国仕様は、実は外側だけが F-35A 戦闘機らしいのです。では、もう少し詳しく見ていきましょう。日本の航空自衛隊も調達を進めているのが、アメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型です。この機体を韓国でも調達中で、40機が目標ということです。韓国では、当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたとも言われていましたが、現在は40機に下方修正しています。2020年10月までに、すでに24機を調達しています。こうした中で、韓国は、軽空母の保有計画を表明しました。そして、確定か否かはまだはっきりしませんが、これに向けて、短距離離陸、垂直着陸可能なライトニング2の B 型20程度の調達を目指す方向で動いているようです。日本の現状ですが、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しています。今のところ、この数は、本国アメリカに次ぐ数になっているそうです。韓国が、B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲とかがに、航空母艦化改修を行うことへの対抗策という意図が大きいように思われます。ただし、B 型は、世界的に見ても、アメリカやイギリスが、調達計画数を引き下げる動きを見せているので、韓国の購入したいという動きは、製造元のロッキード・マーチン社からすれば、歓迎ということかもしれませんね。アメリカ、イギリスの余った分が履けるのですから。しかし、軽空母開発に先立って、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要な情報開示を、ロッキード・マーチン社は、契約後にしか明かせないと、返答したそうです。まあ当然の対応でしょう。そもそも、韓国は、現在保有しているドクと、九橋収容陸艦の後継艦として、従来は、3万トン級の大型輸送艦建造と表明していました。これは、中国に空母を保有していると思わせない、配慮だと考えられていたのです。ところが、日本の海地が護衛艦出雲、加賀の航空母艦化を公表したことから、日本への対抗としてなら、中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母を保有できると考えたのでしょう。周囲を広い領海で囲まれた島国日本の立場として、中国軍の脅威に対して、南西諸島防衛には、限られた陸上拠点からだけでなく、出雲、夜加賀が運用するライトニング 2B 型の必要性も頷けます。F-35 ライトニング2戦闘機は、ステルス性能の向上のため、燃料搭載量が限られています。B 型だけでなく A 型も、従来機よりは、航続距離、行動半径が短いので、空中給油機も必須と思われるのです。韓国の領海の広さは、日本の約 10% ほどしかありません。仮に、北朝鮮の領海を含めたとしても約 % 強ほどなので、陸上の飛行場からの A 型の航続距離、行動半径に10分収まるものと考えられます。とはいえ、政治的に韓国内で承認されるのならば、外国である日本が口出しすべきことではないのでしょうが、ロシア製地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国が、
同盟国アメリカの意に反しつつあることが明らかになってきましたね。余談ですが、イタリアも F-35 ライトニング2戦闘機の A 型、B 型の両方の調達を進めている珍しい国の一つですが、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるのです。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているだけですが、イタリアにはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て、製造やメンテナンスを行う拠点 FACO、ファイナル、アセンブリー、アンド、チェック、アウトがあります。これを考えると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏接する危険性が危惧されると感じられます。経済的な依存を盾に、戦闘機情報を中国がイタリアにねだる、脅しをかけるという可能性もないとは言えないでしょう。その意味では、韓国同様、日本にとって脅威になりうると思われるのです。前述のイタリアの件のように、日本にも三菱重工業が愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て、製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しています。アジア地区の同機の整備を担当する拠点です。F-35 ライトニング2戦闘機は、搭載するソフトウェアの更新で、最新の能力を付与されていきます。そして、日々のメンテナンス以外のアップデートは、必ずこういった拠点で実行することが求められているのです。ここで韓国です。言うまでもなく、F-35 ライトニング2戦闘機保有国ですが、政治的にも感情的にも、日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいます。この点も、先々問題化しそうに思われます。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型、B 型の合計数147機の平均で、ざっくり、一機あたり約120億円強になります。この金額は、実は、韓国より3割ほど高額らしいのです。調達する機体数が多いにもかかわらず、日本側が高額というのはおかしい。一番的な買い物でも、たくさん買えば割引されるのに、ひょっとして、また、アメリカに食い物にされているんじゃないかという指摘もあるようですが、前述の FACO 解説を含んだものと政府は解釈しているようです。韓国はインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についてもインドネシアからはしごを外されつつあるようです。つまり開発費の負担上からも窮地に陥っていると推測されるのです。にもかかわらず、日本の約半分の人口なのに、ほぼ同額の軍事予算をひねり出している韓国。一部の国民からは、予算のもっと有効な使い道を求める声も、すでに出てきているようです。韓国は、アメリカ製の F-35A ステルス戦闘機を40機導入しています。このうち24機はすでに引き渡され、残りの16機は2023年までに引き渡される予定です。F-35A は世界で最も先進的な戦闘機の一つであり、ステルス性、航続距離、搭載量などにおいて優れた性能を誇っています。韓国は F-35A を北朝鮮のミサイルや核兵器の脅威に対抗するために導入しています。しかし、韓国が F-35A を導入したことで、いくつかの問題が発生しています。一つは、F-35A の機密情報が中国に漏接する危険性です。
中国は F-35 A の技術を入手することで自国の軍事力を向上させることができます。そのためアメリカは F-35 A の機密情報を韓国と共有することをためらっています。もう一つの問題は F-35 A の調達価格です。韓国は F-35 A を1機あたり約120億円で調達しています。これはアメリカが F-35 A を自国軍に導入する際の価格よりも3割ほど高いです。そのため韓国はアメリカに F-35 A の価格を下げるように要求していますが、アメリカは韓国が F-35 A の機密情報を共有しない限り価格を下げることはないとしています。韓国は F-35 A を導入することで北朝鮮のミサイルや核兵器の脅威に対抗することができます。しかし F-35 A の機密情報が中国に漏洩する危険性やF-35 A の調達価格の高さなどいくつかの問題が発生しています。韓国はこれらの問題を解決し、F-35A を有効に運用していく必要があります。